はい、こんにちはっす。お久しぶりでございます。日記飯でございます。本日2014年4月の23日水曜日の日記飯となります。本日は焼きラーメンラオウの醤油味にまあソースをソースがね、タレを半分かな、3分の1か半分使って、あとはオイスターソースだけだから混ぜたのね。それで炒め、豆板醤ちょっと入れて炒めました。で、前に作った鯛めし、まあ前に作ったって別に動画では発表してませんけどね、残りをチンしてきました。お箸は刺しちゃダメですよ。はい、いただきます。お久しぶりですね。風邪ひいてたんです。はい、うん、まあうん、まあ風邪ひいてたら言うてもね1週間ぐらいもう前の話なんですけども、うん、その時はそれで治ったんですけどね、うん、またぶり返してた実は。うん、美味しい焼きラーメンね、私よくします。うん、作り方の方はね、前に動画あげたんで、うん、あの YouTube の方で見てもらったらね、いけると思いますけども、うん、それの応用みたいな感じですね、僕作ってんのは。うん、おいしい。ラーメンのスープ飲む人とかからするとヘルシーかもね、うん、スープの3分の1ぐらいしか使わへんし。今回塩コショウも出してないから、うん、うん、今日の関西地方は快晴ですね、うん、めっちゃ天気がいい。今月いっぱいもう夜でも23日なんで、まあ、あと1週間もすれば今月終わりますけども、とりあえず今月いっぱいは毎日、うん、動画を上げたいと思ってます。YouTube の方ではね、うん、ニコ動の方も飯動画っぽいやつは、うん、上げていきます、うん、おいしい。うん、先日ですね、まあ、ツイッターね、フォローされてる方は分かると思うんですけど、スピード違反で捕まっちゃいました。うん、でですね、まあ、某国道を車でね、走ってたわけですよ。片側3車線。広い道ですよ、広い。ズドーンと狭すのね、ボーンと、うん、そこをね、うん、ここにあった、もうこんな車に乗ってるようなこんな感じで、もう指先で運転してるやつがビャ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 言いながら走っとるわけじゃないんですよ。うん、オープンにしてね、
オープンカーでね、横に女の子乗せてね、女の子が微妙な顔しながらね、ブイブイ言わせて走っとるわけじゃないんですよ。しがない軽自動車でね、のんびり走っとったんですよ。そんなに車も多かったしね。ほんなね、まあ一応そのレーダーついてるんですけど、僕は一応車ね、一応つけてんねんけど、ステルスですとか出てね、言い出して、ステルスです、うん、まあ要はネズミ取りね、うん、スピード違反取り締まりやってますと。だけどステルスですって言った時点で、まあ見えてる警察官が、はい止まれ止まれみたいな言ってるんですよ。遅いっちゅうて、俺でも分かるわいうぐらいの遅さでステルスって言われて、だけど自分としては全然速度出してないから、なんでやねんと思って、マジ俺ってみたいな、もう警察にすいません、ちょっと速度ちょっと速かったようなんですけどって言われて、おなんでやねんって言うの、めっちゃゆっくり走ってたやん、なんで捕まんのこれとか言って、でも国道ですよ、三車線ですよ、ね、まっすぐの道ですよ、時速50キロやもんや、標準、法定速度で60キロぐらい走ってるつもりやったね。40キロ制限って三車線もあんのに40キロ制限ですって。だけども40キロ、いや俺その出してへんぞ、あんな混んでたとこでって言って、いやだけど一番確認してくださいって言われてね、いやいや、この数字見せられてレシートみたいな、でこれ私たちこれ階段とかできませんのでって言って、61キロ61キロ、1万2000円やったかな、1万5000円やったかな、払わされましたよ。それも墓参りに行こうとしてるのどかな日に、綺麗な心で国道をそんな危険な速度で走ってない善良なる市民を、まあ善良じゃないかな、40キロかよあれ、うん、いいですね、無駄じゃないですか、ああいう人だって、うん、ですんで、もういいやみたいな、もう急いでるんで、もう早くしてくださいって、バンバン捕まっとったよな、40キロやから60キロからは確実に止められとくからね、うん、書かされて免許証出してくださいと、あはいと、あ住所の方はこちらでよろしかったですかと、仕事の名前は差し障りなければ教えてくださいって言われてね、めんどくさいから、だからなんとかなんとか何々なんとか会社とかなってて長かったらめんどくさいから、僕は基本的にもう名前のとこだけ言うね、例えばなんとか株式会社パセモソ協会、うん、建設設備工業とかなってたんでパテモソ協会ですって言うわけですよ、めんどくさいから、まあ別に良ければって言ってんやからね、まあなんでまあパテモソ協会ですって言ってね、あ前とか後ろとかなんかつきませんか、まあ別にそれでいいっすよって言って、あそうですかって言ってね、まあ言ってんけど、差し障りない割にはなければって言ってる割には結構深入りするやん、住所はどうですかって言って、うんですって言って、職業の業種はどんな業種ですかって言われたから、もうええわ思ってサービス業ですって言ったよめんどくさくて、サービス業ですって言ったよね、サービス業ですか、じゃあお名前の前とかにパブとかつきませんかって言われて、水商売やと思ってんのみたいな、判断しすぎ自分みたいな感じでしたけど、つきませんって言っておきましたまあほんと、まあ、そんなんで1万5千円ぐらい払いましたよ、まあ、
かしたら前の車がいやゆっくり走ってんなと思ってね、僕はさレーダーとか気づいてないからちょっと横に出て抜こうとした時やったかもしれんよ、車線変更してたからね。そんな時にちょっとぐらい速度ぐらい上げるよ、考えてみろよ。3車線の道をね40キロか50キロ以下ぐらいにね、車がねトロトロ走ってた人はね、お何してんねん気遣いやったらピョッと横行って受けてやろう、その瞬間ぐらいで60キロぐらい行くだろう、本当にもう行こう思うんですよ、まあ、怒りますよ怒ってますよ、もう急にまた火つきますよ。そもそもですよ、安全のために警察官がネズミ捕りをしてるんであればね、隠れてするな、もう信号ごとに立ってろ。俺たちと今月春の安全週間でございますから、皆様の交通道徳を見守っていますよ、見張っていますよ、むしろスピード出したら生じませんからねって言って交差点ごと立ってて注意しろ、こそこそスピード出すのを狙って捕まえんな、そんなも安全でもなんでもないわねえ、お使い方に聞くんじゃないな、まあ、大変なねえ、思いません、そっちの方がよっぽど安全ですよ、毎週立ってろそこでお前ら、もう交差点で立ってちょっとスピード出てたあんた、はい、次捕まえたらあんた胸も控えとくから罰金ですゆえ、そういうのしろなあ、このこそことした取り締まり方なんや、隠れてやるっていうのはもうおかしくない、なんで隠れてやるの、むしろ自分たちが仕事してますよってアピールするためそれに立て、毎日立て、毎日交通安全を願って警察官毎日立っとるとこで、小学生とかの通学とかも見守ってろ、そういうわけです。うん。言いたいこと言いながら食べる飯はうまいな。うん。15,000円してたけど。まあ。毎日立っとけよお前らは、もう事故起こらないように愚痴りに愚痴って愚痴りまくりしていた伊達瞑想協会でございました。本日は2014年4月の23日水曜日のいい天気のお昼でした。ごちそうさまでした。